松尾講也6月29日から2017年12月1日は日本の法学者。異界は生四位。君党は君二党。東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者。東京大学法学部助手、上智大学法学部助教授、東京大学教養学部教授、東京大学法学部教授、東京大学法学部,学,法学,部,学,法学,部学部長。 千葉大学法系学部教授、上智大学法学部教授、法務省特別顧問、社団法人学士会理事長などを歴任した。1928年生まれ、熊本県玉名郡荒尾町出身の刑事法学者で、ある、東京大学、上智大学、千葉大学で教鞭をとった。法務省では、法制審議会や検察官的確審査会の会長を務め、 後に、法務省の特別顧問となった。また、学士会の理事長なども歴任した。2017年、単官願により死去した。元、東大総長、平野隆一の皇帝。刑事訴訟法の業績で知られるが、近年の刑法改正についても、指導的役割を果たした。英米法、大陸法の双方に通じる。日本バプテスト協会連合練馬バプテスト協会。 伊豆田明牧師から洗礼を受けて、プロテスタントのクリスチャンになった。2009年5月23日、熊本県民交流館パレアにて学外における役職。ありがとうございます。